ますよ。543210。はい。やばくないこれ。これやばくない？どう思う？俺、ふわっちの3番、関慎吾さんとコラボだけど、やばくないこれ。これ、リスナーさんから、いや、もう、やばいっすよって。やばいっしょ、これ。やばいっしょ。いや、反射じゃないんだよ。俺、動画で、俺が携帯でキャプっただけなの。やばいよね、これは。あ、猫助いらっしゃい。いつもありがとう。これは綺麗な心霊写真だよね。もろ写ってるよね。で、これ動画で、しかもこの絵が出てくる前に PTPT するんだよ。うん。LINE にメッセージで、OKOK、許可するね。で、しかも、これなんか、リアトツ相手に顔がそっくりなんだって。そう、めっちゃ笑ってんの。うん。そう、カオタンの生き霊って言われてんだよね。うん、やばいよね、ここまではっきり映ると。見ちゃった？笑わない？ここまではっきり映ってると。ねえ、なんか後頭部にも映ってますよっていう風なのがさっき来た。こっち側だけじゃなくて、後部座席のフロントにも映ってるとか言ってた。フリップ君見ちゃった？大丈夫？もうここまではっきり映ってると笑うよな、さすがに。うん、やば、うん。やばいよな、これは。笑うよね。さすがに引いたもん、俺も。これは怖いよ、と思って。後ろに3人いる？嘘。え？どこどこ？後ろにも映ってる？え、マジで言ってる？俺、霊感ないからわかんないんだけど。ちょっと待って、見てみようか。これはもう、怖っ。これはもう 100% じゃん。これもうどっからどう見ても女の顔じゃん。歯、口、鼻。だから目がボケてるけど。ロアコさんはまだ気づいてないけど、これリツイートされまくってるから、ツイッターに写真上げてるからリツイートして。多分心霊配信者が食いつくでしょ。後ろどこ？後ろどこ？え、後ろどこ？後ろわかんねえな。後ろはわかんないけど、これはやばいよね。こんなにはっきり映るんだっていう。やば。証拠へ。で、もう、慎吾さんガン見してるからね。あ、これはマジでやばいよな。昼間で車の移動中、タイムシフト確認してみる。じゃあタイムシフトで見てみようか、リアルタイムで見てみようか、せっかくだから。ちょっと待って、自分のタイムシフト見てみよう。嘘、映ってる。ドアのところに上向き一人、下向き。じゃあちょっと怖い人映すよ、キャプるよ。ちょっと待って、怖い人、切ってよ。知らないよ。心臓止まっても。やば。ちょっと待ってね。でも、連絡が来てるってことはなんか、悪くないような気はするんだけど。純粋に来ないでくれってことなんてないですけど、彼氏と会うって言って、絶対彼氏と会うのにそうですけど。じゃあ行くよ。ちょっと飛ばすよ。なんか、まあ、慎吾さんの予想だと彼氏、行くよ。ちょっと待ってね。30秒前から行くよ。30秒前から。いや、なんかね、ロハコさんが言うには、和道さんの配信こういうのめちゃくちゃ多いですよって昔から言われてんのよ。なんか予期せぬ、その、なんつうんだろう、こういうの多いんだよね。ここ、行くよ。PTPT になるのよ、急に。で、慎吾さんの方見てて。すれ違いだから、2分10秒。だって、ね、見ててよ。まあ、アクエリオンの時に付き合っちゃうこともできたわけじゃないですか、ほぼ 100% で、ポタポタになるんだよ、急に。いや、たぶん働いてたら、僕が働いて部屋一緒に借りてたら、で、ここの窓ガラスに、働いて部屋借りちゃえばいいんじゃないですか。いやー、無理だと思いますよ、でもこの辺から急に来るから。働きたくはないんですか。まあ、そうっすね。
この辺かな、まあ、配信やりたいってのもあるし、あ、来た来た来た、怖っ怖っ怖っ、映ってたね。でも何なんだろう、映ってる映ってる、怖い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 、あ、マジじゃん、がっつり映ってたね。よく気づくよな、リスナーさんも。やばいね。ちょっとアップでやってみようか。よく気づくよな。アップでいくよ。このくらいでいい？怖っ。で、なんか後部座席にもいますよっていうメッセージも結構あるんだよね。もう一回行こうか。行くよ。10秒前から行きます。ああ、リッキーありがとうね。また来てね。じゃあもう働いて部屋借りちゃえばいいんじゃないですか。いやー、無理だと思いますよ。でも、今更多分正直に。なんか無理だけど。働きたくはないんすか？まあそうっすね。配信やりたいってのもあるし。うわ、怖い怖い怖い。うわ、怖い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 。怖い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 。マジか。一瞬だけね、よく気づくよな、リスナーさん、これ。すげえな。なんで気づくんだろう。ちょっと待って。もっと見やすくするか。これくらいだと多分もっと見やすいから。怖いよね。これくらいにしようか。いくよ。ヒゲ、え？助手席にいるのは俺です。やばいっしょ？やばいっしょ、これ。俺だってもう鳥肌立ったもん。あんまり何回も見ない方がいいのか。これ最後にしようか。これ最後にします。まだ別れて本当にまだ間もないでしょ。うん。いろいろそう言っても何も返ってこなくて。はい。え、そんな嘘つくないよって言って。はい。絶対嘘じゃなくて。でも、そんだけ嘘ついてまで、俺と離れたいのかなと思いましたけど。うん、まあ、それは絶対そうですよね。それで、なんだろう、本当にいるとかなんかそんなに言ってこないし。第一、その、なんだろう、2時間前ぐらい。ちょっと待って、止めるから、最後ね、これ。言ってましたから。はい。まあ、その間接的に、うん。まだ30秒前。鳥肌やばいでしょ？だから俺も、ね、嘘だろって、また不可視だろって、リスナーさんのって思ったの。タイミング恋愛って難しいですよね、すれ違いだから、本当に。だから、しかも峠なんだよ。だね、正直その、だ事故現場かなんか。アクエリオンの時に。そう、これ最後にする。付き合っちゃうこともできたわけじゃないですか。これ最後にする。ほぼ 100%。 いや、たぶん、働いてたら、僕が働いてこの辺から急にプツプツになって。じゃあもう働いて部屋借りちゃえばいいんじゃないですか。いやー、無理だと思いますよ。でも、今更多分、正直。だから無理だ。働きたくはないんすか。まあそうっすね、まあ、配信やりたいってのもあるほら がっつりですよ皆さん、がっつりっすよ、がっつり、がっつりですよ、そうっすね、がっつりでしょ、こんなにがっつりなくない？普通に考えて。そうっすね。まあ、配信やりたいってのもあるし。やばいよね、これ。これやばいよね。笑うわ、こんなの。ファーみたいな声入ってる？まあまあまあ、これくらいにしよう。あんまり良くないらしいから。例の話は。まあ、もし興味ある人は見てください。動画。タイム。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。